ナ・リーグ・ドジャース・マーリンズ、2024年9月19日マイアミ。ドジャースの大谷翔平投手、30、ラ19日、日本時間20日、敵地でのマーリンズ戦に、1番 DH で先発出場。3打席連発を含む6安打10打点2盗塁の大暴れでメジャー史上初の50から50、からの51から51を達成。 チームも対象で12年連続プレイオフ進出を決めた。3打席連発、6打数6安打10打点、2盗塁の大暴れでの偉業達成に、X、旧ツイッターのトレンドでは、大谷ワードが上位10位までを独占。1位からメジャー史上初、大谷さん、大リーグ、51、51、あと1本、前人未到、大谷さん、 6打数6安打3本塁打10打点2盗塁、サイクルヒット5打点とずらりと関連ワードが並んだ。大谷は、初回の第1打席は右翼フェンス直撃2塁打を放って出塁すると、1・1・2塁から4番スミスへの初球でスタートを切って3盗を決め、50盗塁に到達。間一発で捕手の送球より先に足がベースに到達してセーフをもぎ取ると、自ら大台到達を拍手。 観客もスタンディングオベーションで50盗塁を称えた。また、記念の三塁ベースは球場スタッフによって取り外され、ベンチ裏へ運ばれた。大谷はその後、スミスのウギヒで先制ホームを踏んだ。2回2し1・2塁の第2打席も右前適時打でリードを拡大。なおも1・3塁から自打者、ベッツの打席で2投に成功。